鳥取県日南町たり地区でトマト栽培に取り組んでいる糸田川圭さん日南町のトマト生産者は現在51個そのうち糸田川さんのように県外からの移住者の方13人が日南町でトマト栽培に取り組んでいます糸田川さんは県外からの移住ということですけども、はい、日南町の暮らしいかがですか そうですね、最近で言えば、あのー、今まではこのタレ地域の人とばっかりの付き合いだったんですけど町内全体に今輪が広がって新しくイベントをやろうかとかいうのもできてきてるんでほんと面白いですねじゃあ農業以外でもいろんなことを今もそうですね,そうですね気がつけばなんか農業委員会になったりとか、ね、<laughs> <laughs> 入ったりとかもあるんでトマト農家なんですけど田植え機に乗ったりとか稲刈りの時期になったらコンバインにも乗ったりするんで。 やること増えてきたんですけどそれやるのが楽しいんですよね <laughs> 糸田川さんは鳥取暮らしアドバイザーも務めていて鳥取県や日南町の移住をサポートしていますでまたご自身の農業だけではなくて青年部の方の活動もあるんですよね、はい、そうですね青年部ができて今何年目かはちょっと忘れましたけど青年部ができたからあのこういう今 リンカっていう品種なんですけど導入ができましたし、あのこうやってお互いの補助を回ってこういうところが他の人いいよねってじゃあそれ取り入れようかとかそういう話をしてますね。農業をしていて、はい、どんなところが楽しいですか？やっぱりあの食べてもらった時にうまいと言ってもらえたあのあの瞬間じゃないですかね。やっしゃーと <laughs> こう心の中でじゃなくて口にも出てますけどね。<laughs> JA、鳥取西部日南トマト生産部は生産量拡大に向けて農業者獲得を目指しています。来週は糸田川さんのこれからの農業への思いに迫ります。